ロコモコロコモコは、白飯の上にハンバーガーのパティと目玉焼きを乗せグレービーをかけたハワイ料理。日本ではロコモコ丼と呼ぶこともある。白いご飯の上にハンバーガーパティと目玉焼きを乗せグレービーをかけたものが基本であるが、近年は照り焼きチキンやマヒマヒなどハンバーグ以外の具材を用い、それに合わせたソースなどのアレンジを加えたものを、 ロコモコと称する例もある。こうしたバリエーションを持つ新しい店では、レタスなどの生野菜が追加されることもある。元は学生向けの安価なファーストフードだったが、ハワイの郷土料理としての色彩も濃くなってきている。ロコモコのルーツは完全には明らかになっていない。ハワイ大学のジェームズ・ケリー教授の研究によれば、これは百四十九年にハワイ島の広でリンカ・アングリルという、 小さなレストランを営んでいた日系二世のナンシーの上によって発案されたとしている。近所のリンカーン・レッカーズスポーツクラブの10代の会員たちがサンドウィッチとは違う、安くてすぐに食べられるメニューを作ってほしいと頼んだのがきっかけとなり、飯をよそった丼に焼いたハンバーガーパティを乗せ料理人として有名店で修行した夫のリチャード井上が作った。 自家製のグレービーソースをたっぷりとかけて、若者向けの安価な食事として出したというのである。後日、目玉焼きも乗せるようになり、現在のロコモコの原型ができた。ロコとはスペイン語で行かれたやつ、あるいはローカルとの掛け言葉で、このレストランの常連の高校生の一人のあだ名がクレイジーであったため、同じグループのスペイン語を学んでいたメンバーが、ロコという語を当てたとも言われている。 また、モコには、ハワイ語で入り乱れる、混ざるという意味があるが、この料理名への関連は薄く、単に語呂が良かったので定着したというところであろう。ロコモコは、ハワイ以外の地でもポピュラーな料理となっている。マスコミでの紹介も、頻繁に行われ、今では、ファミリーレストランや、一般店舗の惣菜売り場に並ぶのが見られる。ありがとうございます。